側はネクスコ東日本です。午後1時45分現在の道路交通情報をお知らせします。東京湾アクアライン及び連絡道を川崎方面へ向かわれる方にお知らせします。木更津カナダインターから新ホタルパーキングエリアまでの区間で横風が吹いています。ネクスコ東日本からのお願いです。日曜日では路面の視界状況が悪く大変危険です。放送部の安全に、また気象情報に注意し、ゆとりのある走行計画で安全運転にご協力お願いします。